あれどうだったっけ、まっすぐでもいいのかな、え、まっすぐでもよかったかな。目的地としてはもう高台車しか入ってないんですよね、ターミナル客的には。へえ、なのでね、昼からの報道ではありますけど、そんなに何ではないですからね。怪しいな。か、よしね、寄ってっか、よし牛で牛丼食ってから行こうかな。本当ならね、向こうでちょっと食べてっていうのもね、考えてたんですけど、うん。お、あれ、これ答えていいんか。あれ、どこに向かってんだ、これ。あれ、川渡ったな。川を渡ると流れ変わるぞ。ちょっと待った、ちょっと待った。いや、これ、右行っといた方がいいね。右行った方がいいよね。そうなるとね、まずいね。待てよ。144ってどこに抜けるか。県道144号線ってどこ抜けたっけ。あれやばいな、頭回ってねえぞ。うやって、いや待って、ルートインがあそこに見えるから全然まだ向こうこっち行かなきゃダメじゃん。そもそも逆に曲が、あれか、左折しちゃダメだったんか最初のところ。 Oh my god、 なんてこった、ダメだ。ダメ、頭回ってねー。ちょっとマジで気をつけないといけませんよ、これ。ああ。そして時間節約のために、実は高速道を使って、ってましたけど、ちゃっとね、15分の乗り上がったあまり意味がなかったな。しめしじゃなくて、めはんご風呂の。したかな。名案行動したいな。あ、いえ。この下。あれ、木の下じゃなくて、この下なんだって。
あ、鈴鹿関線だからまあ最悪関町に出ればいいかな。あ、でも席から乗ると切符買えねえから乗り換えどうすりゃいいんだろうね。そういえば素朴な疑問だ。いや、この道ずっと走ってたらダメな気がするな。え、あれ大丈夫かい。あら、こんな道、この道で大丈夫なのかい。道一号折、漢字橋、漢字橋。あ、ってことは、ってことは、これはだいぶ行き過ぎてると、私の地元民の勘と経験とが、訴えかけてはるんですが、お食事どころこれが出てきた、これはもう席だね、席だね。あー、フーズアイランド出てきたね。これはもう席じゃないか。ダメじゃないか。オーバーランにも程があるじゃないか。なんてこった。もうダメだ。今日ダメだね。これ多分。いや、もうこうなったら、さっきのところとも、あの、終わったところとだけ使って。どうせ電車の中も、それほど喋れるわけもないだろうし。なんならここで、一号線渡ってしもうて、しかまれ抜けたらよかったんじゃないの、なんて思ってないよ。帰り運転しんどいもん。ダウダウ、これしばらく行くと怪しいラブホのか屋さんが出てきて、その先に何がある、疎遠がある、それは何を意味しているか。山田さんはもう最初から道を間違えまくっていると。お、西振り出てきた。ここ今ね、エネオスの看板のところで、これ24時間なんだ。13時という行動目。12時15分ね。すんなり行ってたらワンちゃん行けたね。でももうね、12時6分。それはね、つまり何を意味しているのか。ひねりないよ、ひねりないよ。もう眠いからね。眠いからもう。ひねりようがないんだ。さあ、行くしかね。さすがにこれ乗ったらダメだよ。ここから先はいけないよ。私も行っちゃダメだよ。おめえ何しに来たんだってなるからね。